こんにちは、南方材研究所、ガンバです。メリコです。ベクタートラスタって、一体何が違うの？おっと、爆発している。ベクタートラスターは、デジタル画像ファイルの形式のことだね。JPEG とか AI データとか PNG とか、拡張子はいろいろあるけど、それらを大きく分類すると、ラスターイメージとベクターイメージに分けられるよ。どんな違いがあるの？ラスターイメージは、ピクセルというドットで構成されているデータのこと。ピクセルによってモザイク画のように描画しているから、様々な色数の表現ができるよ。写真のような複雑なカラーやグラデーション再現も得意なんだ。そして描画スピードが速いこと。多くのアプリケーションやウェブページでの閲覧、編集、共有ができることがメリットに挙げられるね。JPEG や PNG といった拡張子のついている画像は、このラスターイメージに分類されるよ。普段よく見る拡張子だね。デメリットは、拡大、縮小などを繰り返すと、劣化が進んでしまうこと。それと、ピクセルで構成されているから、元のサイズより大きいサイズで印刷したりすると、粗い画像になってしまうよ。ピクセルと解像度については、他の動画で触れているから、興味がある人は、そっちも見てね。ベクターイメージは、ベクターイメージは、ラスターイメージがピクセルで描画しているのに対し、線や面、色といった情報を、数値やアルファベットで記録し、描画しているよ。拡大や縮小などの変形をしても再計算して出力するから画質が劣化しない。どれだけ拡大しても滑らかなまま表示されるよ。名刺から看板まで様々な大きさで使用されるロゴや精細なグラフィックの印刷に最適なんだ。拡張子は AI や PDF もベクターイメージだよ。デメリットは画像や写真などの複雑なカラーを再現するのが苦手なのと、データファイルを開いたり出力するのに Adobe イラストレーターなどの専門のアプリケーションが必要なところ。それぞれの違いをちゃんと理解して使い分けたいな。ラスターイメージとベクターイメージの主な拡張子を紹介するよ。ラスターイメージ、 JPEG、PNG、TSD、TIFF、GIF、BMP。 ベクターイメージ、 AI、PDF、SVG、EPS だよ。包む力でいつもの毎日を変えていきます。山陽グラビア。